務所2。俺に命令するな。よし、やるか。またんか小僧ども。おりゃせりゃせりゃ。乗り込め。届き者め、我は神なり。ゴッドエネルの皆において政界の海賊どもを処罰する。なんだお前ら、何を襲ってきやがって。ルーン、タコ、せっかく来たのだ、歓迎してやろうじゃないか。やっぱエネルだったか。ルーン、タコ、どこに行ったか。ルーン、タコ、潰れてなくて。僕のやつらはないのか。世話になった。何をしたよ、ルーバカじゃねえか。ルー、何だって。こんなとこに覚悟しろ、ルー。みんなどこにいたのよ。そこだよ。させたら三枚におろすぞ。
に帰れると思うな。あれ、放っておいたらまずいわよ。エメルのやつ、また雷を降らせる気か。お前に吹っ飛ばしてやる。敵の縄張りの門が閉ざされています。門を開けねえとエネルを吹っ飛ばせねえな。お前ら聖怪人どもを抑えておけ。決して逃がすんじゃない。私にいい考えがあるわ。しばらくの間中央の砦に敵を引きつけておいて。Yes!
攻め立てるぞ。そこまで。たどり着くとはな。どうしても私に裁かれたいらしい。負けるつもりはねえ。最後まで勝ち残るのはこの俺だ。なくなれば私の天下なのだ。やると思っていた。やったな。エネルのやつはぶっ飛ばしたし、ここまで来ればもう大丈夫だな。無事に戻ってこれてよかったわ。あ、そういえば私空島でダイヤルを拾ったんだった。ダイヤル？なんだそりゃ。空島で取れる貝をそう呼ぶのよ。種類によっていろいろな機能があるの。空島の住人が生活道具として使ってんだ。例えば吸収した風を自由に放出できる
ブレスダイヤル。そいつを小さい船に取り付ければ動力になるし、パチンコに仕込めば飛距離を伸ばせるってわけだ。で、ナミが拾ったやつはどんな機能があるんだ？さあ、私が拾ったのは見たことない種類だから。おい、試すなら向こうでやれよ。何が起こるかわからねえぞ。もう試したけど何も起こらなかったわ。壊れてるのかしら。じゃあ俺にくれよ。いいけど使い道はないわよ。珍しいから持っとくんだ。おいみんな、また海軍が追ってきたぞ。もう追いついてきちまったのか。ほんじゃ逃げろ。